ちゃん、マリナのほんわかティータイム。いや、辛いですね。しんどそうな顔してます。花粉症、花粉症というか、また風邪。風邪ですか？うん、なんか熱がちょっとまたあって、あ、うん、なんかまた鼻声やろ。鼻声やし、なんかちょっとぼーっとしてそうな感じやし、そうやろ、なんかちょっとポカポカしてそうな、ちょっと顔赤い、うん、耳も赤いし。別にお酒飲んでるわけじゃない運転してるのに、マリナさんと違いますよ。え、どういう意味ですか？私も飲んでないですよ、全然。20日の日です、はい、祝日やったっけね、3月の20日は、そうですね、春分の日か、はいはい、うん、で、琴音恵子さんってゲストで来てくれはったやんか、はい、演歌歌手の、はい、このホマグティータイムに来てもらいました。で、その人がその FM 堺っていう、そういうコミュニティのそういう放送局があって、はい、地域密着やったのね。で、そこに出演されることで呼んでいただいてね、で、この間出させてもらったんですよ、20日の日に。FM 堺さんに。FM 堺さんに。で、1時間の番組でね、ほんまフルにもう喋りまくれるというか。1時間出演されてる。1時間、うん、出演させていただいて。で、まあその合間合間にその琴音さんの歌が入って、で、トークで。で、もちろんこの野崎のほんまかスタジオのアピールも。はあ、させていただいて、あとサンメイツ、サンサンライブ、それから、森口のてるてる寄せと、もういろんなね、あの宣伝もさせていただいて、で、そのパーソナリティをされているその谷さんという方がおられるんですよ。谷明信さんという方、この方はものすごい気さくな方でね、でもどんどんこういろいろ振っていただいて、いろんな話も、ね、竹内まりなさんの話ももちろんさせていただきました。何を言われたんやろうか。あのアイドルね、大東市のアイドル、野崎のアイドルということで、はい、ちゃんと紹介もさせていただきましたし、はいはい、あと梶さんとかね、うん、もうせっかくやからもういろんな人のことを紹介させていただいて、はい、だから、まあ、何を言いたいかというと、そういう縁がね、こう人と人とのやっぱりここにゲストに来ていただいたらね、そこからまたこうご縁でいろんなこう、ね、つながり広がりがあるということで、やっぱり世の中はご縁やなと、ね、縁はいいなもの、また味なものと言います。まさにその通りなんでございますけど、だからそういうご縁を大切にしていきたいなと思う今日この頃の君川博士でございます。はい、はい、よろしくお願いします、はい、なんかちょっとどんどん目がうつろになって体力ちょっとね、持つかどうか、命がけでございます、はい、僕が聞きたい私もちょっとね、最近花粉症がどんどん出始めしんどいですか、やっぱりしんどいです、今年まだ目に出てないんで、はい、私なんですけれども、目に出たらコンタクト入れてるね。はい、あ、マリナさんコンタクトでした。そうですよ。あ、そう、初めて知りました。あ、そうですか。あ、今日もコンタクト。あ、そうですか。何がどうか。何がどうもやろう、分かんないですけど。いや、でもね、うん、まあそれはさておき、はい、ね、この間サンメイツ、サンサンライブ第3回、はい、第3回、ね、ファイナルということで、ファイナルのね、お疲れ様でした。はい、ちょっと振り返るんですか今日。後で振り返る。先に今日はね、急遽、はいはい、本当につい今しがた1時間ぐらい前に、はい、ゲスト来てくださるって決まった。本当ですか。そうなんですよ。もうね、聞いてなかったです。そう、本当はもう2人でもう振り返るだけで終わらせようかっていう話もちょっと若干出てたんですけれどもね、はい、でもやっぱりゲスト様来ていただいてのホマカティータイムですよ。そりゃそうですよね。決まりました。また、ね、もう急遽ね、やっぱり、ね、聞いていただきまして、はい、はい、入っていた、先にお呼びしていきたいなと思います、はい、僕も何も聞かされてないので、ちょっとマリナさんの方からご紹介を。ではね、シンガーの吉野リサさんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ではこちらの方かけていただいて、はい、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、はい、本当に本当に1時間ぐらい前ですよね、決まって。そうですね、ありがとうございます。こちらこそどうも。すごい、なんか月の近くにお住まい。あ、そうなんですよ、そのあたりそのあたりもう地元中の地元ですね。はい、そうです、そうです、ありがとうございます。ありがとうございます。近いところお忙しいところ。今日はもうせっかくね、はい、来ていただいたんですから、バンバンね、こうライブとかがあれば告知をしていただいて、はい、ね、どういう普段活動されてるとか、こういうことを言っておきたいとかいうようなことがあれば、もうここぞとばかりにこれ見ようがよ、はい、それともう一点あれですよ、今日のなんとバックミュージック、はい、流させていただいてるの。あ、そうなんですか。いいよね、もうありがとうございます。これぞ、この番組で
本若ティータイムをねおかげさまで華やぐというでは早速、はい、普段ね、はい、まあ、いつもねゲストの方にはお聞きしてるんですけど、普段どういうねご活動をされてるかとかいうのを聞きたいんですけどね。普段は、はい、ジャズシンガーとして、はい、まあ、京阪沿線とか大阪を中心に活動をしてます、はいはい、なんかこれ鏡目線かよって言われますねそう皆さん言われるんですよお話で、ね、まあいいですよね、たまにこう向いていただいたら、ね、ちょっと愛想を送っていただいて、はい、基本はこれでいいです、いいですよね、はい、ね、もうなかなかね鏡目線っていうのもね喋るんで、はい、ちょっとこうニタッとこう振っていただいたあの京阪沿線って言いましたらね、はい、森口香川ジャズフェスティバルで、はい、去年はね森口ジャズフェスティバルということで、はい、あと枚方にもね枚方ジャズフェスティバルと、はい、ものすごいこうジャズが盛んな、そうですね、ね、地域ですからね。私もあの、まあ、当初から割とご縁がありまして、はい、毎年のようにあの、はい、森口香川ジャズフェスティバルですとか、はい、氷音楽祭ですとか、はい、あの枚方ジャズストリートとかは参加させていただいてます、はい、あ、そうですか、はい、枚方ジャズストリートって言いましたら、確か今年ね、はい、僕 の, その友達 の, そのミュージシャンの方も、はい、あのビートルズのね、あ、はい、あのコピーバンドの、はい、ミッキーさんも出られるんですよ。あ、そうですか、お知り合いの方がね、はい、で、毎年こうやっぱ盛り上がって、その、ね、音楽を通してこの地域の活性化というので ね、はい、もう連日盛り上がってるということで、で、またあの我々がこのてるてる寄せというのをさせていただいている森口のてるプラザの、あの2階のテラスでも、はい、ね、ジャズコンサートが開催されてますし、はい、でもちろん森口の各、ね、いろんなお店でもされてますし、はい、もう街一色がこうジャズになるというかね、そうですね、だいぶね、ジャズをねえ、ってことは、はい、あの森口でしたら、そのジャズフェスティバルの中心者 の竹内会長とのことに、あ、はい、あの、そうですね、森口身体障害者福祉会の会長をされてる方なんですよね。京阪ジャズ協会の役員の方とかはいつもよくしていただいて、はい、あ、ほんな橋本成子さんとか森口なんですけどね、あのご連絡を取ったりとか、スタッフでお世話していただいて、あ、まあね、非常にコアな、ね、コアな話をされてるんで、多分ね、そんな話まあそれよりも他にね、音楽の話とか、ね、音楽の話聞きましょう、そうそう、みたいなっていういや、こういう井戸端会議的なのも大事なんですよ、はい、誰もわからないですけどねだからまあバンバンちょっと本当に今最後に丸投げします告知をね、告知というか、なんか あるんですかね、近々で、はい、まあ、春から、またライブ活動をたくさんさせてもらうんですが、はい、まあ、京阪の方でしたら、はい、枚方公園に古民家を再生した、はい、素敵なイタリアンレストランとかがあるんですけれども、はい、そこは3ヶ月に1回ぐらい大所帯でさせていただいてるんです、はい、ピアノとベースとドラムとサックスと渡してという形で、そこも風情があってね、すごくいいですし、あの結構癒されに皆さん来ていただける、いいですね、そういう古民家風のいい、ね、そういうお店でね、ジャズ聴きながらお食事っていう、そうです、そうです、古い町並みで、あの二方公園の方ってちょっと残ってまして、はい、そこをそのまま再生されて、イタリアとか、最近カフェとか、はい、いろんなところがありまして、そこもちょっとね、やっぱ地域活性化とかに参加されてて、はい、そのご縁でさせてずっといただいてます、あのね、そういうイベントというのは、はい、お食事があって、はい、まあ、そのジャズライブも上がるんですやんか、はいはいはい、だからどういう形のと取られてるんですか、もう先食べていただいてからジャズなのか、聴いていただいてからお食事があるのか、それとも食べながら聴いていただくんですか。食べながらです。食べながらですか。はい、もう演奏をやってて、あのもうオーナーも取りに来るし、運んでくるし、食べてるし、演奏を聴きながら、そうですね、割とカジュアルな感じで、ディナーショーみたいな堅苦しい感じではなくて、もうカジュアルな感じで、やりにくくはないですか。あ、全然、あの、まあ、ステージのコーナーとかあって、はい、そんなにこう皆さんこうウロウロとかはされないので、あ、ほらもう皆さんもそうやって聞き方を知ってはるというか、はい、いや、あのね、僕ら落語ですやんか、はいはい、落語の場合でしたらね、食べながら飲みながら聞いていただくっていうのはね、ちょっとできないんですよね。そうですよね、そうですよね、ほんで一遍ね、そういうのやったことあるんですよ、はいはい、
だからもうみんなこうね、食べるのに必死で、でもう飲み出してお酒入ったらね、こうわーって声も大きくなってきますやん。で、わっちゃわちゃなって。ですよね、もうね、ポツンと一人でね、なんか座布団の上で置き去りにされて、何してんわからんような、そうですね、だからね、これはいかんと思って、ちょっと雰囲気を変えてみたんですよね、ちょっとこう、レストランで、洋風のでね、ちょっとろうそくの明かりがね、ポッとぐらいの、そんなところの方が集中して、聞いていただけるかなと思ってね、で、そういう雰囲気でやったんですよ。そしたら、シーッとやっぱりろうそくのね、この揺れて、僕はもう喋ったら僕の声がこう響いてるという、あ、ほらええなと、やっぱりこういう雰囲気作ったら、ほうよかったなとか思って、ふっと明かりがついたんです、会場の。みんな、もくもくと食べとってね、こうやって。結局、聞いてないんですよ。見えてへんかっただけ。見えてない、見えてないだけで、聞いてくれてる思って喋っとった。聞いてなかったんですね。実はもう、食べずに好きだったと。そういうなんかカチャカチャ音はするなぁ思っとったんでね、フォークとナイフとかね、こんなんやってこうね、まあまあそういうね、ひどい目にもありましたけど、いいですね、その点やっぱり音楽はね、そうですね、はい、もうほんまにちょっとこうワインでもこう傾けながら聴いていただいたらね、そうですね、特にここのお店は演奏を、はい、よくしているので、はい、お客様が慣れているので、ちゃんと聴くときは聴いてくださるし、食べるときは食べるし、こう休憩のときとかは簡単にしてくださるしっていう感じで、いいですよね、一番いいですね、そう慣れたお客さんっていうのはね、そうですね、ありがたいです。いや、ね、いつからこう言わんとあかんっていうね、まあ、こういう言い方したらなんですけど、しんどいですもんね。そうですね、慣れてない、初めてちょっとライブをやったりとか、なんかそういうエピソードあります？やっぱりあって、はい、やっぱりもうみんな楽しすぎて、そこ初めて来て、はい、初めてそこお店もそうだし、はい、なのでやっぱり始まってももうみんな食べるの必死、喋るの必死みたいなことはやっぱり何回か経験してます。やっぱりそういうその時は選曲を変えてみたりですとか、こういういろいろ試行錯誤して、もう食べるか聞くかじゃない食べる時は食べる、聞くとか聞くで、やっぱりこう回を重ねていってやっとですか。そうですね、場所とかこう仕切り方とか、ね、時間の配分とかをちょっと調整したりとかして、一緒ですね。いや、ほんま一緒なんですよ、マリアさん。いろいろもうそういうのを経て ね、 そうですね、僕らなんかでもね、まあ、私事ですけども、まあ、落語でしたらね、こんにちは、ね、まあ、こっち入りて、まあ、こっち上がっといてって、まあ、こんなんですやんか。でもね、やっぱり落語あんまり聞き慣れてないお客さんもおるんですよ。そうですよね。でね、まあ、ある公民館で落語させていただいて、前におばあさんが言ってはったんですよね。で、こんにちはとか、まあ、言いませんやんか。はい、だから前のおばあさんが、はいはい、こんにちはと嫌な予感したんですけどね、まあこっち上がっといて言ったら、はい、失礼しますよ、上がって座らないで、おばあさんと並んで落語したから、そういう経験もございます、おばあさんずっとですか。おばあさん横にこう、いや、お帰り願いましたけど、だから落語初めて聞くっていう人はやっぱり分からんですよね、だから石は思いますけど、そういう苦労もあってやっとね、まあ、なんていうんですか、お客さんと共にこう成長していくというかね、それは大事ですよね、やっぱりね。寄席の方でも、はい、何回か企画してさせていただいて、はい、なかなか野崎でジャズを聴ける場所がなかったので、サイさんですとかでも、はい、去年に合わせ3回ぐらいさせていただいて、はい、あ、12月にも、12月にもさせていただいたんですけど、はい、その時はもうプロで CD を出しているバックミュージシャンとかに来てもらって、はい、一緒にさせてもらいました、うん、すごく、ね、やっぱりこうほんわかしたこの街ですので、またちょっと違う感じで、うん、私も楽しくて、やっぱり地域ごとにそのお店とかお客さんとかも、はい、違います、ね、違って、やっぱカラーがありますね。カラーありますね。で、野崎は私もすごい好きなんですけど、はい、人が割と人がいいっていうか、はい、のんびりしてて、すごいそういうとこが好きなので、なんかアットホームな感じがね、うん、なので結構みんなに歌ってもらったりとか、あ、そういうのもあるんですか。クリスマスソングとかは皆さんに歌ってもらって、私が指揮をしてみたいな。すごい、すごい楽しそうですね。へえ。やっぱりそういうお店で、そういう
お食事しながらのコンサート、僕も実はね、はい、去年初めて経験したんですよ。あの森口 の、 あのロイヤルパインズホテルってありますか？はい、わかります。あの上にバーがありますよね、はい、でそこであの毎年1回ね、あのジャズライブを、あのテルブラザというショッピングモールの中に、はいはい、あのハートさんというこのセレクトショップがあるんですけどね、そこ の、 あの小林さんという女性の方なんですけども、があのこう主催されてるんですけどね。であと、あとというかね、あの野瀬英信さんというそのニューヨークを拠点に活躍されてるそのジャズピアニストの人と、あとあの力也さんとかね、あのドラマーで有名な、はいはい、そういう方が来られて、フランス料理とジャズでっていうので、初めて去年行かせていただいたんですけど、めちゃくちゃ感動しました。その時は最初にお食事をしてから、後でこうジャズライブを、はい、ゆっくりこう楽しんでいただくという。良かったですね。はい、場所とね、そうですね、あれによっても全然雰囲気も。最近はあちらの、平蔵食堂さんされてましたね。されてましたね。であのそういうお店だけじゃなしに、はい、なんかこうホールとかそういうところされるんですか？まあ、ホールに出演何回かさせていただいたことがあって、はい、まあ、あのご縁があった感じで、はい、去年終わったんですが、はい、ニューヨーク中東ジャズコンサートっていうのを平方市民会館でやっておりまして、はいはい、そこに何回か出演させていただいたり司会もさせていただいたりとか、幅広くご活躍されてますので、ね、あの MC の方を私はちょっと仕事にしていたので、あ、本当にね、はい、なんかこう喋り方がものすごい落ち着きがあるというか、ものすごい聞き取りやすいというか、でこちらの話を最後までしっかりと聞き終えてから次お話をされるという一番大切なね、はい、ありがとうございます。私も最近それは気をつけて、私もどんどん勉強していけないところで。いや、この間もね、その、はい、あの堺の方のラジオ番組出させていただいた時にそういう話になったんですよ、はい、我々ってやっぱりね、せっかくねお話しされてるのに、はい、そんなされてる話を聞きつつ、次こう切り返したろとかね、次はこういう風にかぶしたろかなとか思うでしょ。思いますよね。わかります。結局でもそれって一時盛り上がったとしてもね、やっぱりこうなんか残らないですよね、心に。だから心に残るやっぱり対話というかお話というのは、やっぱり相手の話をよく聞いて、それに対してやっぱりこっちも心を込めてまた言葉を返していくというのがやっぱりものすごい大事だと思いますね。そうですね。それはもう舞台人にとって一番大事だと思いますね。音楽であろうと、それが落語であろうと、お芝居であろうと、そうですね、またスクリーンでもそうや思いますけどね、ドラマ映画でも、でないとやっぱりね、なかなか見てる人の心を打つような演技とか、またこれ音楽であったりっていうのも奏でることはできないんじゃないかな、最近ね。ねえ、そうですね。はい、あ、で、さっき、あ、さっきやと、いや、さっきやと、さっき言うことは俺もね、怒られて取ったみたいですけどね、はい、そういうことじゃないんですけど、はい、あの森口 の、 あのマーメイドさんという、あ、はい、あのハンバーグステーキのお店でもされるんですか？あ、そこはあのまたスペシャルメンバーで、はい、ギタリストの井上智樹さんは私の CD のデュオにも参加してもらった、はい、あのプロ の、 あの CD とかに参加されているギタリストさんと、はい、あと、まあ、ジャズのクラリネット界のもう若い貴公子と呼ばれて、はい、鈴木貴則さんが、はい、サポートメンバーについて3人でさせていただきます。ちょうど同年代でジャズをやっている感じでしたので、はい、まあ、古くからあのしておりますので、また楽しくさせていただこうと思います。もう、はい、知る人ぞ知るという方々ですか？このお二人は特に素敵なミュージシャンですので、私も負けずに。いや、僕らもね、ほんま勉強不足で、はい、あのジャズミュージシャンの方でもそんな知らないんですよね、はい、で今お話に僕させていただいた、はい、野瀬英信さんという方でも、ほんま知る人ぞ知る、もうそういうジャズピアニストとしては何か、なんていうかね、こう困難で弾いたりするらしいんですよ、こんなんやってね。いやいや、この辺でこんなん言うでも多分伝わらない。なんかダスティーローですとエルボードロックみたいな感じで弾いたりするらしいんですけどね、もうバーンって、それ知らないですよね、ダスティーローですと。いや、もうバーンって、で、まあ中にはそれをピアノがかわいそうやとか思うような人もいてはるらしいんです。
でも何て言うかやっぱこう天才ピアニストというか、まあ、そういう有名な方でもう知る人ぞ知るっていうのを、ね、僕ら聞いても最初全然誰かも知らなかったですしね、だから今ねお名前挙げていただいた方でもものすごいそのねジャズの世界でお好きな人にとってはもうアイドルというか憧れというかね、いつも一緒にライブをすると遠方からもファンの方が駆けつけてくださるようなメンバーで、特に同年代でも、素敵なメンバーですので、私もご一緒させていただくのがすごく楽しみなんです。いいですよね、はい、やっぱりミュージシャンっていうのはかっこいいですわ、あのね、僕のここだけの話ですけど僕はお風呂行くんですよね、銭湯に、はい、私の邸宅はちょっと事情があってお風呂がないんで銭湯帰る、はい、でそこでね、この落語界のめちゃくちゃ大御所のね、はい、もうほんまに大御所なんですよ、方がたまに来るんですよ、あ、またいてはるわと思うの、普通のおっさんですからね誰でも気づかないし、何のオーラもないじゃん、普通のおっさんなんですよ、だから、まあそれはそれでいいんですよ、落語は、はい、落語という大衆芸能ですから、そんなあんまりオーラがあってね、どうやって言われでもないんですけど、やっぱりミュージシャンの方はやっぱかっこいいですよね、パッと見た時になんか、あ、やっぱ音楽されてるはるなとか、なんかこう独特なね空気を醸し出してはるというか、でも今もそうですもんね、もう前に座られる、今日のでも1時間前に今日みたいな帽子かぶったらいいかみたいな、いやでもやっぱりね違います、ま、この辺のこれもね、これタヌキ暑いのにねアクセントになるかなと思って、まあ、ね、毛皮言うから、なんていうんですかそれ、襟巻き、狐です、襟巻きね、マフラーですかすいませんね、もうありがとうございます、マリアさんも今日はあれですね、これモコモコっとして、ちょっと寒かったんですよね、寒かったね、最近また寒かった、いいですね、女性はそういうね、おしゃれできますからねね、僕なんかもどこ行くのもジャージですからね。はい、ね、いいですか？いいですよ。はい、5月にまたこの野崎でイベントしてくださる、はいはい、イベントしてくださるっていうか野崎のイベントに出演してくださるということで、はい、ちょっとそちらの。あ、そうですね、今回も話していただけたなってずっと思ってたんですけど、はい、あ、それはもう申し訳ない、ずっと思ってましたからそう、どこでいや、それはもうマリナさん遠慮なしに言ってくださいよ、いや、喋り続けられてますからねいや、遠慮なしに言ってくださいよ、はい、はい、なんとね、5月の3日、はい、野崎参りってあるじゃないですか、5月に、はい、大イベントですね、その商店街通ってね、はい、行かれる、はい、そちらの方、その中で5月の3日に野崎参り公園の中の方で、はいはい、イベントがあります、はい、でなんとそちらの方にご出演してくださるということで、はい、うわ、また楽しみですね、はい、ちょっとこう小耳に挟みましたところ、はい、いろんなアーティストの方が出られるという、そうです、まだねちょっと時間は見てないんですけれども、はい、もうお昼ぐらいから夕方ぐらいまでの間で、何組かの方に、はい、立ち代わりご出演していただいて、その野崎参り公園でちょっと休憩がてらとか、はい、まあ行く登られる少し前の休憩とかね、やっぱりそれを見に来ていただいたりとか、はい、やっぱりすごく人が集まる、うん、ね、それはマリナさんあれですか、のではい、チケット購入して入るとかじゃなしに、もう気楽にパッとこう立ち寄れる、気楽に立ち寄れるとお聞きしてますが、ああそうですか、はい、贅沢ですね、はい、そちらの方にもねご出演していただけるということで、はい、ただちょっとね詳しい情報は未定になってるんですけれども、はい、また決まり次第こちらのフォーカスタジオのこのティータイムの方でもね、はい、どんどん発信していけたらなと思ってますので、はい、ぜひぜひその時はよろしくお願いします、楽しみにでも今からそうですね、はい、やっぱり地元でだったら気持ちが違ったりとかもありますか、なかなか地元で見てもらえる機会がなかったので、うん、ご近所さんとかにもなんか歌ってるとこ初めて見るわとか、ね、そういう方も多いので、また違う私も本当はこっちが私みたいな感じで、やりにくいとかないんですか、そうですね、でももう演奏になるとなりきるというか、あ、やっぱスイッチがありますので、僕らね地元嫌ですね、いいですか、だから、ね、わざわざ違う隣の空のお風呂屋さんに行きますから地元がいいです、すごい有名だと顔が、いやいや、そんなにもう、あ、まだ落語やってんの、はい、頑張ってますよ、あ、そう、こんなんですか、ね、もう愛想もそうなんですよね、
やっぱりもうよそ行った方が可愛がってもらえるんで、はい、まあ地元で可愛がってもらえんとダメなんですけどね。どうもね、昔から知ってるからね。ねえ、もうなんか昔のね、なんやかんやごちゃごちゃ知ってるでしょ。やりにくいですね、マリアさん。でも本当ね、もう4月の26日にある、はい、その最初にね、枚方公園の、はい、モガジョガライジング、すいません、ちょっと滑舌が悪くて、もうそうです、なんかすごくね、今日もいろいろ持ってきてくださってまして、ちょっとあの最後に、さらっとだけ、あのお時間とか、その場所とお日にちと教えていただけたらなと思うんですけれども。はい、お願いいたします。カメラ目線で、はい、4月の26日木曜日が枚方公園のモガジョガダイニングで7時から、大所帯のバンドでこちらはピアノ、ウッドベース、ドラム、サックスが入りまして、私も、たくさん歌います。その次が、5月3日の木曜日、野崎参り公園内でイベントに参加します。この時は、同年代の女性ギタリストさんが2人でさせていただきます。こちらも癒し系の女性ギタリストさんで、私もすごく楽しみにしています。で、5月4日の金曜日が、高槻ジャズストリートの方に出演いたします。こちらの方はディアサという、住宅展示場での、会場です。ボーカル、ピアノ、ウッドベース、ドラム、こちらも、まあ、ちゃんとしたバンドで歌わせていただきます。そして6月30日の土曜日に、これがちょっとスペシャルライブで決まっておりまして、こちらの方はもう完全予約制みたいな形になります。ギタリストに、私の CD にも参加していただいている井上智樹さんと、クラリネットの、鈴木孝則さんをお迎えして、させていただきますので、皆さんお時間ありましたら、ぜひ、お越しください。また随時ライブも配備次第ご案内させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、ね、本当に突然お呼びしてしまいまして、はい、でもね、はい、来てくださっていろんなお話ができてすごく楽しかったです。またぜひ、ね、今度はゆっくり来ていただいて、またいろんなお話ができたら、はい、すごく嬉しいので、またぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。これ、はい、どう入ってます、あれ、うん、はい、あ、いいですか。ちょっとあんまりちゃんと打ち合わせができてないという。じゃあ、サクシャンちゃんいかがですか。はい、ここでね、ちょっとだけ軽く、はい、もう時間に回せますか。いけますか。はい、ちょっと軽くね、サンメイツさん今回で最後だったということで、はい、この過去3回の分をちょっとだけ振り返りたいなということで、はい、3回分のポスターをちょっとご用意してみました。はい、はい、いいですね。あ、ちょっと待ってくださいね。あらららら、はい、サンメイツ33ライブ、はい、1月の15日から始まりましたが、1月ということで、はい、こちら絵手紙風のチラシですけども、はい、まずこの豪華なおせち料理を書いていただきました。はい、山口さんにね、はい、で、サンベイチのキャラクターサンチャゴくんが描かれております。はい、素晴らしいチラシでございますね。なんでチラシの宣伝してはいねえ、もうすごい、なんかパッて見たらすごい懐かしいなって思ってしまうんですけれども、ね、まだ3ヶ月前なんですけれどもね、うん、はい、いかがでしたか。1月初っ端ということで、まあ、初っ端ということで、はい、緊張感もありましたけども、うん、本当に素晴らしいゲストの方にね、はい、ご出演いただきまして、うん、で地元で活躍されているこの爽やかなね、シンガーユニットラビスさん、うん、そしてこのアメリカ民族音楽のマホロさんで一気に盛り上がりまして、うん、もう今や貫禄さえついてきておりますミュージシャンの狩由紀子さん、はい、ここはバシッと締めていただきました。はい、そしてその、ギタリストの黒沢純さん、はい、ね、こちらも安定したこのギターテクニック、テクニックを披露していただきまして、はい、そして、共有で、北野さんのマジックがアリーノ、そして演歌歌手宝田直美さん、ここも盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。皆さんで一緒に歌ったりとか、はい、そして私もう一押し中の一押しが路上紙芝居師の古橋理恵さん、はい、もう古橋ワールドがね、もうすごかったですね。もうどんどん人も集まるし、ね、お話の中に引き込んでね、行かれたということで、そして最後がね、大鳥はビートルズナンバーですね、日本ね、ビートルズのバンド
コピーバンド日本代表として毎年イギリスで演奏されておりますビートライブスのメンバーの中からミッキー京子そしてゼインさんの3人に来ていただいて素晴らしいビートルズナンバーを披露していただいた、はい、ね、第1回にふさわしい見事なサンサンライブでございます。はい、なんか白熱して喋ってはるからまだなんか言いはるんかなと思うんですけど、もうないですか。はい、どうぞ。どうぞ。あ、で忘れちゃいけません。はい、司会もちろん竹内まりやさん。あ、もちろんなんです。あ、そう、なんかね、2日ぐらい前になんかお聞きした曲急に頼みました。はい、はい、でもね、本当に第1回目、はい、ちょっとね、どんなイベントになるんかなとかすごいハラハラしてたんですけれども、はい、ハラハラというかドキドキ、ええ、ドキドキの方がちょっと強かったかもしれないんですけれども、はい、本当になんかどんどんね、なんか人も集まるし、やっぱり出られる方が本当に、ね、うん、もう独特というか独自の世界を持ってはって、本当になんか楽しくしていただきましたよね。だからこういうイベントごとっていうのは、イベントでなかったらダメなんですよ。このイベントでなかったらダメやというのはどういうことか言うたら、前座があってね、ほんで最後に、大鳥があってというんじゃなしに、最初から最後までどこを切っても楽しいという、いつ何時に来ていただいても楽しめる。だからお目当ての方がおれば、その時間帯に合わせて来ていただいても OK ですし、最初から最後まで追っていただいても満喫していただけますしという、だからイベントというのはもうこうでなかったらダメなんですよね。だからもう誰が一番素晴らしいとかそういうんじゃなしに、皆さんもどこで来ていただいても素晴らしく楽しんでいただけるんじゃないかなということでございますね。はい、これが記念すべき第1回、第1回でございます。はい、でその次が2月の19日、はい、こちらはまた第1回目と打って変わってハートになっておりますね。まあ、バレンタインシーズンということもありまして、はい、で相変わらずこのね、サンチャちゃんは必ずこう出てくるという、はい、ちょっと目の表情が変わりましたね1回目の時からね、ちょっとね、リラックスされたのかもしれない、ね、ちょっとこう、はい、慣れてきたかなっていう、はいはい、ね、この時もね、すごく、はい、はい、いろんな種で、そうですね、でね、まあ第1回目、第2回目ももちろんそうなんですけどもね、地元の方に多く出ていただいてるんです。はい、篠原直弘さんもちろんそうです、はい、地元 そのシンガーソングライターでございます、はい、そしてサラムさんね、はい、もうお二人のね、はい、お二人とも、あ、お二人のねグループなんですけども、はい、お二人ともお子様がおられて、ね、もうお子様とかおじい様おばあ様とか、はい、親戚の方も一緒に見に来てくださったりとかして、ね、盛り上がりましたよね。とにかく韓国のね、シャイニーが大好きで好きでいうことでね、はい、そのコピーをされてるんですけども、でこのサランさんがやっぱり素晴らしいなと思ったのがね、ただ単にこのシャイニーが好きでそれをコピーしてるだけやなしに、歌とかこういうダンスというのを一生懸命ね、家事とか子育ての合間を縫って稽古を稽古されて、そしてそういう活動を通して人間として、また母親としても自分たちが何て言うんですかね、こう成長していきたいという、そういう思いを持ってしてはるんで、もう瞳もキラッキラ輝いてありますね。ね、やっぱりね、なんかここに出るからっていうのもあって、すごいやっぱ育児も子育ても大変じゃないですか。そうですね。その中であるからって言って頑張ってるとか、はい、なんか今やってますっていう話をねよく聞いて、はいはい、ちょっとよくメールさせていただくんですけどはい、だからすごくね、なんかもうお会いしたらすごいホッとするし、うん、そうですよね。またね、本人さんたちがすごく楽しんでされてるのがすごく分かって、はい、だからいいですよね。だからほんまにこのサランさんの2人っていうのがほんまに歌ダンスが好きなんやなっていうのは伝わってきますしね、やっぱりワイワイしますしね、はいでその次、長岡修斗くん、よかったですね、はい、今日、はい、来ていただきました、はい、キリさんのおしごさんお弟子さんですよね。お弟子さんで、はい、はい、もうこのお弟子さんもね、ものすごいあれですよ、ガッツがありますよ。もう歌でもうのし上がっていくんやということで、もう門を叩かれたそうですからね。ベスト弟子にしてくれって。ちょっと時間があるのでさらっていきますが、はい、はい、でその次にね、ガンさん、のぼちゃん体操の、はい、深井清信さん、はい、この時にね、一緒に踊ってくださる2人の女の子ね、も一緒に来ていただいて、かわいいですね、アナゴちゃん体操ね、はい、でまた続い、1大会からそうですね、してくださったラピスさん来ていただいたり、はい、このティータイムにもゲストに来ていただきました松山ひろしさん、松山ひろしさん、はい、ね、風ゆき子ちゃん、はい、土壌助の千住翔子さん、はいはい、そしてムードラテのね、ロメロ・ジェスス&サナイの5両人、
もうね、ほんま言葉いらないですね、はい、このサキソフォンと早苗さんのベースの音色、はい、会場はもうほんまに酔いしれてましたからね。でね、もう第2回、第3回と音響の方もちょっとが、はい、あのしてくださいまして、そうなんですよね、本当にね、もう田村さんがおるから皆さん安心してできるっていうのもすごくあってね、ほんまにね、一人一人 の出演者に合わせた音作りというのをロメロさんがね、してくれはったんで、うん、だからものすごい皆さんね、歌いやすかったって言って言ってくれてはりましたんでね、この場を借りて御礼を申し上げます。ロメロさん、ありがとうございます。グラシアス、はい、で、一番新しいね、はい、第3回、こちらがこちら一応さんライブの最後の、そうですね、若干手が抜かれてるかも。え、そうですね、めっちゃ美味しそうな桜餅じゃないですか。こんな大きいね、もう原寸大の桜餅を書いていただきましたけどね。こちら初登場、ジャグリングのドロップさん、はい、このドロップさんも地元はこの大東で大道芸を披露されている社会人のこのジャグリングサークルグループですけども、はい、もうドキドキハラハラ手見汗握るねパフォーマンスでございました。はい、はい、そしてまたドロップさんね、はい、そしてサランさん、サランさんもうね、先祖もさっき ね言いましたね、はい、そして、はい、ベリーヒロシさん初登場です、はい、マリシャンの、はい、子供が大喜びで、もう会場にはね、子供の笑顔と、うん、そして笑い声がもううわーっと鳴り響いてましてね、ましたね、はい、よかったです。で、なんか3月の21だったかな、24か6か、はい、今週の日曜日にもまたサンメイツさんでね、マジシャンのされるマジシャンっていうか、なんかイベントをされるっていうことでね、はい、なんかもうそれもやるんかな言って、最後に帰りにね、ポスターの情報をね、メモっていかれる方とかもおられて、やっぱ楽しかったですもんね。なんか可愛かったですもん、ラッキーちゃんみたいな、このね、こうパパパパッとエサコをね、こんなやってましたね、いやいや、こうね、こんなやってた、アクション探したらちょっとなんか違うなって、はい、はい、地元の、はい、DJ の&レッカロッカーです、はい、なんでそんな人前であるんですかね。いやいや、なんかそんなちょっと言いたいな、ちょっと言いたかった、盛り上がりましたね、大人数でね、はい、ここもね、本当に地元の、はい、仕事されてたり、うん、子育てされてたりされてる方々が、はい、音楽が好きという、うん、もっと集まって、うん、活動されてるということで、そうですね、まさにサランさんのちょっと拡大バージョンみたいな感じだね、うん、もうね、なんか、7人か8人ぐらいで、はい、もう披露してくださいまして、すごかったですね、はい、やっぱりね、 DJ レッカロッカ、ゴスペルね、本当に流しますよ、はい、はい、やっぱりね、ゴスペルはね、なんか染みるというか、うん、でちょっとちょっと雰囲気の違った野崎浩太もね、びっくりしましたね、野崎小唄のゴスペルバージョンみたいなね、ちょっとね、かっこよくて、ついついなんかリズムに乗ってしまうというかね、なんでも合うんですよね、ゴスペルってね、本当になんかもマリアさんもなんかゴスペルとか好きそうですもんね、私アカペラがね、好きで、なんか言ってましたもんね、はい、そのハーモニーとか、ハーモニーとか、はい、そういうのがすごく好きなので、なるほど、ってなりながら聞いてました、ね、いや、キラキラとマリアさんの方見とったらもうノリノリでしたからね、はい、はい、次行きましょう、はい、またしても出ました、アナゴちゃん、はい、深井清信さん、しかも今回はね、はい、その三茶君ももちろんなんですけれども、うん、大東市のマスコット、はい、大東君、大東君もね、第1回からずっと参加してくださってまして、はい、でずっとなんかどっかに前の方にいてくれたりとかしてて、うん、で深井さんの野崎、はい、深井さんのね、アナゴちゃん大東の時には、はい、もう三茶君と大東君も一緒に参加して、ね、踊って、夢のツーショット、スリーショットファイブショット、ファイブショット、はい、なかなか見れないですよね、もうね、すごく楽しかったです ねまたね、この深井さんがくねくねくねとこう連れてね、手引っ張って一緒に行こうかーってね、もうこけへんか心配でしたけどね、ほんまにね、はい、動きもありますからね、深井さん、でもやっぱりね、皆さんが一緒にこうやって踊って、はい、そのアナゴちゃん体操も一緒に復旧していけばいいなと、そうですよね、はい、ほんまね、アナゴちゃん体操は大東市はもちろんですけど、森口でも広めたいと思ってるんですよ、はい、もうみんなでこうやってね、楽しいですよ、うん、ね、はい、はい、もう最後のね、お二方はもう第2回からおなじみの、何にも言うことないですね、梶ゆっこたんも最近は先ほども言いましたけど、ほんまに貫禄すらついてきましてね、もう安定した歌声を披露してくれまして、
もちろんファンの方の心もがっつり掴んでますんでね、ゆっこたんワールド、ゆっこたんスマイル全体でございました、はい、そしてまたもや取り寄っていただきましたのはムードラテンね、ロメル・ジェスさん、そして早苗さんのご両人、ね、このサキソフォンとそして早苗さんのベースの音色、何十回何百回聴いても飽きることはございません。はい、何なんでしょうか、私はこの音は。はい、でもどうですか、この3回、はい、3回目で一応最後ということだったんですけれども、はい、3回ね、総合的にはい、まずマネジメントされてて、はいはい、まず私がもう真っ先に言いたいのは、今まあカメラ撮ってくれてある田中君、田中さんでもそうですし、マリアさんもそうですし、まあ最後まで残っていただいて椅子を片付けたりとかね、やっぱりこれイベントごとって一番大変なんです、後片付けがね、だからほんまに感謝しておりで、やっぱりね、あの、まあ、僕のね好きな句があるんですよ、菊作り咲き揃う人は影の人という吉川英治さんのね有名な句なんです。ひらかたの菊人形をね歌った句なんですけど、菊人形がこう咲き競ってる、でそれを見に来てる観光客の方がいっぱいおる、だその観光客の楽しんでる顔を見て横でこう微笑んでおられるおっちゃんがおったんです。だから吉川英治さんは、あ、この人が菊人形を作った人なんやって思ってね、この句を読んだんですよ。菊作りで咲き揃う人影の人、要するにこういうイベントごとでね、みんながこうバーッと盛り上がって、出演者そしてお客さんもバーッと盛り上がる、その陰には陰でやっぱりねこのイベントを支えてくれてる方が必ずおるっていうのは、まずこのチラシをねほんまに一生懸命こうやって書いてくれはった山口さんもそうですし、ね、あとまあスタッフでね、あの準備そして後片付けしてくれはったそういう皆様方もそうでございますし、そういう人のやっぱり陰の努力があってこそのこのサンビーズ33ライブの大成功というのがあったと思いますんでね、改めましてこの場を借りて熱く音でよ、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ね、ほんまにようやってくれました、マリアさんもね、やっぱり度胸ありますわ、マリアさんは、もう回重ねるごとにね、こうもうどうやみたいななってね、これなんやろみたいな毎回思うんですよね、私のイメージなんやろみたいな、いやいや、終わった後ね、このうまいチャンスだこれ ね、 ね、飲んでないですよ、家帰ってからも、あ、飲んでないの、飲んでないですよ、今日も終わったな、サンサンライブだなって、うん、あ、やってないですか、はい、私はもう飲んだくれてますけど終わったら、はい、でもね、本当に行くごとにやっぱり違うステージというか、はい、うん、同じ出演者が出ててもやっぱり来られる方とか、うん、その日の雰囲気によって本当に違うイベントになって、うん、そうですね、3回とも本当になんかあっという間に時間が過ぎて本当に楽しくて、うん、楽しいですね、だからね、マリアさん、1回目から出てくれてはる方もいますし、初登場の方もおられましたけどもね、やっぱりもう二度と同じライブには作れないですやんか、同じメンバーを集めて同じ時間帯にやって同じお客さんを入れたとしても同じようなイベントには絶対ならないですね、やっぱそれがやっぱりライブ生もんですから、まあいろんなねこうアクシデントがあったりとかいうのも、まあ、それも全部ひっくるめてライブですからね、またやっぱりねこういう風なイベントをね開催させていただけたらいいかなと思います、はい、そしてやっぱり最大の目的というのはあの地域活性化ですからね、そこの地域がこう盛り上がってね、お客さんに楽しんでいただいて、そしてお店さんもね、お客さんにいっぱい来ていただいて、ね、もう大東以外からもどんどんこう来ていただいて、どん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 こうね、そこの地域が活性化していくっていうのがもう一番でございますからね、はい、本当に第3、1回、2回、3回と、はい、お疲れ様でした、いや本当にもうマリアさん、はい、もうマリアさんあってのサンサンライブでございます、ほんまに、はい、何をございますか、はい、もうね、本当にまたこんな感じでね、はい、なんか3回目ということで、はい、なんか3回目、あ、もう終わりなんって言われる方もすごく多かったので、ね、そうなんですよね、やっぱりその声を聞いたらすごく嬉しかったなというか、ほんまに、ってね、はい、今日でマリナさんが実は今日で最後なんですってなったら、はい、ってね、今日の終わり、うわ、もっと続けてほしい、残念やわという声がもううわーっとね、もう泣いてはる方もおられましたほんまこう目指して押さえてこう、ね、あ、そうなんですか、そういう方おられましたよ私もその姿を見て思わず笑い泣きしましたはい、いや、本番ですよ、はい、はい、でもね、本当にね、こうやって続けていけたもんもやっぱサンメイトさんのお協力もありますし、はい、ぜひね、また機会があればこんな形でね、いろんな地域の方と、ね、はい、そうですね、こうやってね、交流できていくのもすごく楽しいですよね、はい、あ、本当にね、私ね、はい、マリアさん、最後に一つだけね、はい、やっぱりこのね、サンメイトサンサーライブというのを開催させていただかなければ、
この住之江堂のね、サンメイツっていうこのショッピングモールにおそらく一生足運ぶことなかったもんですよ。ほんでまたそういう方おられると思うんです。サンメイツサンサンライブあるから行ってみようかと思って奈良県から来てくれた人もおるんですよね、毎回。しかもだからそういう大阪を飛び越えて他府県からもこのサンメイツっていうところに初めて足を運んでくれはった方もおるということで、これがものすごい良かったと思うんですよ。ほんでね、ものすごいあの落ち着く楽しい雰囲気のあったかいそのね、あの雰囲気のあるあのショッピングモールですんで、これを機にね、あの皆さん方もあの足を運んでいただいてね、はい、お食事をされたりまたお買い物を楽しんでいただければなと思いますんで、はい、大東サンメイツをこれがね、これからもどうぞよろしくご贔屓にお願いいたします。はい、はい、いや笑うとこじゃないではね、はい、3回振り返って、はい、今日のティータイムもそろそろお時間の方が来てるということなので、ね、はい、はい、また来週ということになりますが、はい、はい、本当に、うん、マニアさんお疲れ様です。何回言うそうなんでも私もね、こんなあの素晴らしいイベントにね、はい、一緒に参加させていただけてすごく嬉しかったので、本当にあの呼んでいただいてありがとうございます。いや、こちらこそね、はい、なんなんですか、最後の話はい、まあ、とりあえずね、はい、じゃあまた来週もティータイムもありますので、はい、ティータイムは続きますよ。ティータイム続きます。はい、はい、でもまた来週もこうやって、はい、あの楽しくお話できたらなと思います。はい、はい、ではバイバイ、さよなら